本当に香りが。メリークリスマス KB チャンネルの K です。今日はスターツアーズの12月15日からスペシャルプログラムをやるみたいなので、グッズ紹介と食レポとあるものを買ってきたので、よかったらそれを全部の一つの動画にレポートにしているので、よかったら最後までご視聴ください。それではどうぞ。こちらのお店で食レポしていこうと思います。で、昨日ね出たばかりのこちらの新商品、ダークサイドカルツォーネをね食べていこうと思います。すごいね、中がカレー味になってるんですね。でこれスペシャルセットで、このスパイクホール8タピオカジンジャーも頼んでいこうと思います。それじゃあ中入っていきます。店内こんな感じですね。それじゃあ今から買っていきます。前の動画でこのストームトルーパーもちは食レポしてるので、よかったら見てみてください。今買ってきました。じゃあこちらのスターウォーズですね、ダークサイドカルツォーネを食べていきます。わかる？真っ黒黒、なんか黄色の粉のようなものが振ってあります。いただきます。カレーのような黄色い感じになってるんですよ。なんかスパイシーがすごい効いてますね。で、チキンかな、チキンの肉が少し入っております。でチーズだからすごいなんかチーズのようなとろけてますね。美味しいです。で続いてはこちらのジンジャーのタピオカドリンク飲んでいきます。もういろんなキャラクターがいっぱいあります。裏面こんな感じです。あ、下よく振ってくださいってキャストさんから言ってました。あのタピオカがね入ってるんで下に飲んでいきます。タピオカがすごいもちもちしてますね、はい、美味しいよ。ジンジャーなのでジンジャーエール好きな人にはいいと思います。噛みつつ飲めるというか食感が楽しいですね。いろんなキャラも楽しめて、なんか本当にスターウォーズ好きにはたまらなくなっております。続いてはこちらでポップコーンを買っていこうと思います。でダースベイダーのねポップコーンバケットが新しく出たみたいなので、そちらを買っていこうかなと思います。ダースベイダーのポップコーンバケットが出ました。すごいかっこいいですね。結構作りが細かい。ここにスターツアーズの文字が書いてあります。こんな感じになってます。これドア開けるの？ここはまあそのまま開くんですか？やばい、開け方が分かんない。ちょっと待って、頭からこっちからなんだね。こんな感じで開くようになってます。そうっすね、本当に顔がこんな感じで顔になってます。で、醤油バターのポップコーンが入っていきます。いただきます。まあ買ったばかりなのでサクサクです。すごいね、醤油バターの匂いがするので、これ入れやすいからいいですね。量ってちなみにいっぱい入りそうな感じ？量はいっぱい入りそうっすよ。本当に取りやすいし入れやすいし洗いやすいのがすごい良さそうですね。あとはもう本当に棚に飾ったりとか、と目立ちますよ ね、 目立ちますね。パークで持ってれば持ってるともうみんな持ってる人目立つ、ね、うん、昨日販売だったからすごい人気みたいですね。まあこんな感じになっております。はい、ということでスターウォーズのグッズ紹介と食レポとポップコーンバケットの紹介でした。個人的にはまだね15日からなんですけど、全然1日からも楽しめたので良かったです。まだ食べてないメロンソーダチュラスと、あとはそこの上にあるソフトクリームもスターウォーズ仕様になってるんで、よかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は下の高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は右のチャンネル登録のボタンお願いします。左は最新の動画になっているのでよかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。